オーストラリアの原子力潜水艦導入で、世界は原子力潜水艦を保有することができると考え出しています。今回は原子力潜水艦導入について詳しく見ています。でも、韓国海軍は情報漏洩問題があり、信用できない国へとなっていますし、北朝鮮からの安易なハッキングもあるしな。あの国だけはやめといた方がいい。2021年9月、オーストラリアはアメリカとイギリスとの新たなる安全保障の枠組みであるオーカスの締結を電撃的に発表し、これに伴い米英のいずれかから攻撃型の原子力潜水艦を調達するとして注目を集めた。これが大きく報じられた理由は、これまでアメリカが原子力潜水艦に関する技術供与を行った例はイギリスに対してのみだったこと。またオーストラリアは軍事、非軍事問わず政治的に原子力利用を制限してきたからだろう。こうしたオーストラリアのスタンスを180度転換させ、原子力潜水艦の導入を決断させるほどに、同国が南シナ海等への中国海軍の海洋進出に抱いている切迫感、危機感が伝わってくるように個人的には感じられた。それまでオーストラリアは既存のコリンズ級潜水艦を代替するものとして、フランスのシフラン級原子力潜水艦を通常動力型に改めたものをアタック級として調達すると2016年に決定していたが、今回これを補5にした形だ。もともとが原子力推進であるシュフラン級を通常動力型の機関に変更するというオーストラリアの求めた仕様自体が、今考えれば相当無理があったのではと感じざるを得ないが、度重なる遅延と費用の高騰には自業自得感も拭えない。事前通告もなく一方的にアタック級潜水艦計画のキャンセルを受けたフランスは、オーストラリア及び横槍を入れることになったアメリカ、イギリスへの激しい非難を続けているが、今度こそ本意されることはないだろう。オーストラリアがアタック級潜水艦計画の発注先を選定する過程においては、当時の日本は、そう、龍型、ドイツは、214型潜水艦をベースにした潜水艦を提案したと言われており、一時は、日本の優位も伝えられていた。これがフランス案に決定した理由は、オーストラリアが抱える国内産業の保護と雇用の確保といった内政問題の比重が極めて大きく、ライセンス生産を許諾しないであろう非凡の提案は、政治的に見れば勝算は薄かった。片やドイツは214型やその前級の209型にせよ、一部の国々では現地でのライセンス生産も受け入れており、いわゆる西側諸国としては、数少ない通常動力型潜水艦の輸出を成功されているなど、実績面はかなり豊富だったと言える。今回のオーストラリアの原子力潜水艦導入の決定の方を受けて、日本でも同様の動きを行うべきとの言説が、じわじわと増加を見せ、政治家までもが、選挙時の演説等でも、それに言及するなど、タブー感は低下したように見える。確かに、原子力潜水艦の連続航行距離、時間や水中での高速性能は、通常動力型潜水艦をはるかにしのぐスペックであることは事実だろうが、建造費やメンテナンス等の維持コスト、静粛性という点では、非常に大きなリスクもなるだろう。日本が、こうした運用上のリスクを許容し、防衛戦略に見合った費用対効果を、原子力潜水艦の取得で実現できるか否かについては、単に、オーストラリアの決断に安易に追随するという前に、慎重な議論を重ねる姿勢が求められよう。日本の場合には、四方を広い領海で囲まれている地理的な特性上から、
通常動力型潜水艦に比べ、原子力潜水艦の連続航行距離、時間や水中の高速性能の優位性は、検討には値する課題だと思えるが、先のドイツはどうだろうか。世界的な通常動力型潜水艦の性能比較でも、しばしば双璧のように語られることが多い日本とドイツの潜水艦だが、後者は自国沿岸部の警戒活動を主任務としているため、その意味では日本以上に原子力推進導入の利点は少なそうだ。2021年現在でドイツ本国が配備する最新鋭潜水艦は 212A 型であり、基準排水量1450トン、水中排水量1830トン、全長57メートル、全幅7メートルの艦体に、燃料電池方式の非待機依存推進システムを搭載した艦となっている。日本の最新鋭である太平洋型は、細かな数値が伏せられているため、前級の、総、流型の後期型と比較すると、こちらは、基準排水量2900トン、水中排水量4200トン、全長84メートル、全幅 9.1 メートルと、実に2倍以上の排水量を誇る。また、日本の場合、高、下層流型の後期型から、太平洋型では、非待機依存推進方式は取りやめて、その代わりに世界に先駆けて、実用の潜水艦として、リチウムイオン蓄電池を搭載し、これで従来の性能を代替する方向だ。ドイツの 212A 型も、日本の潜水艦と同様に、主兵装は 533mm 魚雷発射管6門であるが、前述のように、排水量の倍ほどの差は、乗務員数に顕著に現れており、日本が70名前後であるのに対し、212A 型は27名と、非常に少ない数で運用されている。ドイツ海軍では、212A 型を2005年から2016年にかけての期間で6隻就役させており、これが同海軍の潜水艦戦力のすべてであるが、2017年には5番艦の座礁事故と故障等の重複で、一時的に全艦が未稼働状態に陥るなどトラブルが相次いだ。この最悪の状況は、翌2018年には、2隻の 212A 型が復帰することで、なんとかクリアした模様だが、かつての旧ソ連ありし頃の冷戦時代と異なり、一時期弱体化したロシアを見据えて、軍事費の抑制を続けたことの反作用とも指摘されている。それでも、212A 型は、ドイツ海軍以外にも、イタリア海軍が、2006年から2017年にかけて4隻を調達しており、2017年にはノルウェー海軍も4隻を調達することが決定されており、徐々にではあるが、建造数を増加させている傾向にある。ただし、こうしたドイツ本国、イタリア、ノルウェーを除いては、ドイツが輸出用としている潜水艦は214型が中心であり、こちらは、ギリシャ4隻、韓国9隻、ポルトガル2隻などで、輸出、及びライセンス生産が行われている。214型は、212A 型と違い、X 字舵ではない、オーソドックスな十字舵を採用しており、最大のポルトガル仕様で、基準排水量1700トン、水中排水量2020トン、全長 67.7 メートル。全幅 6.35 メートルで、燃料電池方式の非待機依存推進システムを搭載する。この214型潜水艦も少なくない国々に、少なくない数で供給されているが、ギリシャ向けの1番艦では、漏水のトラブルが、韓国のライセンス生産分では、度重なる騒音と燃料電池のトラブルに見舞われるなどイメージは決して良くはない。
ただし、韓国での214型潜水艦は、潜水艦建造の技術に乏しい同国が、ライセンス生産を行ったゆえのトラブルだと見さす声も多く、精緻な部品の加工精度が求められる同艦の建造には、韓国自体が追いついていないとの見方が一般的だ。さらに、この214型の前級である209型は、韓国の9隻を含み、世界14カ国に向けて60隻以上が建造されており、第二次世界大戦後の西側諸国の通常動力型潜水艦としては最多であり、小型の通常動力型潜水艦の代表とも言える経歴を持つ。214型は、1971年から就役を始めた潜水艦であるため、機関部は従来のディーゼル機関と鉛製の蓄電池とモーターを搭載した構成であるが、他のイギリス、フランスなどが大型の通常動力型潜水艦しかなかったことが幸いし、商業的に成功したと言えよう。214型は、水中排水量1810トン、全長 64.4 メートル、全幅 6.5 メートルで、乗務員約36名とされているが、製造元のドイツホバルツベルケドイツ造船社では、後の212A 型や214型と同様の燃料電池型への改修も可能としている。